はい今回の動画は Windows10 のク e a t ターズアップデート後に、Microsoft Edge に追加された新機能をいくつかご紹介します。で、この Windows10 のです、ね、ク e a t ターズアップデート後ですね、この標準のブラウザーである Microsoft Edge の方にもですね、まあ、いくつか新機能が、ね、追加されましたので、まあ、この動画ではですね、その新機能の方を紹介していきたいと思います。 それではまずですね、変わったところとして上のこのタブのところですね、パッと見特にあんまり変わってないように見えるんですけども、今までこのタブというのはね、今これ Yahoo と YouTube をね開いてますけども、このタブのところにはこの名前しか出てなかったと思います。で、この名前でですね、このタブの中身をね、どんなページを開いてるのかっていうのを判断すると思うんですけども、もちろんそれでも判断できますけどもね、今回からね追加された機能として、この今ね、Yahoo を開いていますけども、もう一個この YouTube を開いてる、こちらのタブの方にマウスを持っていくと、 こういった形で、まあ、小さい画面で、ねまあ、サムネイルみたいな形でこのページの中身が見れるようになりました。で例えば YouTube を開いて Yahoo の方に持っていくと Yahoo のサムネイルが見れるという形ですね。はい、でさらにですねこの右側にですねこの新しいタブこのプラスの,、ね、このボタンの右の隣にこの、ね、タブプレビューを表示というボタンが追加されていますで。ここをククリックすると この今開いてるタブのサムネイルが一覧で見れることができるようにななりました、はい、なんでですね、まあ、この複数のタブを、ね、こうたくさん開いて作業するっていう人も多いとは思うんですけども、まあ、そういった場合ですね、このパッと見名前だけでですね、えー、こう今、このページがね何だったのかっていうのが分からなくなるときがあると思いますんで、まあ、そんなときは、ね、このタブプレビューというのをうまく使ってもらえると便利なのかなというふうに思います。 はい、で次に追加された機能としては、ですねこの画面の左上のところ、ここに、ね、新しいボタンが2つ追加されました。で、まずこの右側のやつですね、これは表示中のタブを保存して閉じるというやつです。なので、この、ね、タブをねこれも複数開いて、たくさん開いているときにです、ね、あまりたくさん開きすぎると、ですねこの作業がやりづらくなるといったときに、このね、保存してこのタブを閉じれるようになりました。まあ、ちょっと一回やってみますね、こちらをクリックします。 はい、そうすると今、開いていた、えー、Yahoo と YouTube の方がね閉じたという状態ですね。でただ、ですねこれは単純にタブを閉じたわけではなくて保存して閉じてますので、えー、もう一個、この左側のね一番左側のボタンですね、この保存して閉じたタブというところをクリックします。 はい、そうすると、ですねこの Yahoo と YouTube のタブが残っているんで、例えば Yahoo をもう一回開きたければ、この Yahoo のところをクリックしたりとか、YouTube を開きたければ、YouTube をクリックしてもらってもいいですし、あと、この右上にタブの復元というのもありますので、こちらをクリックすると、まあ、こういった形で元のね Yahoo と YouTube のタブがまた開いてくるということで、えー、まあ今、ですねこういうねブラウザというのはタブ形式になってますんでね、ねこのねタブを複数こうバーッと開いて作業するという人もいると思います。まあ、そんな時にですねあまり増えすぎるとです、ね、この,、ね、あの上のこのタブのところ これが分かりづらくなってしまうので、そんな時にですね、このね、タブをこの保存して、表示中のタブを保存して閉じるっていうのもうまく使ってもらえるのかといいのかなというふうに思いますま。といった形でですね、今回このね、Microsoft Edge に追加された新機能、結構使いやすい機能だとは思いますんでね、ぜひこの Microsoft Edge を使っているよという方はですね、この新機能をうまく使ってもらえるといいかなというふうに思います。それではね、今回の動画は以上になります。今回も動画の方最後まで見ていただきまして、ありがとうございました。